大変だ、大変だ、大変だ。ていてい、大変だ、大変だ、大変だ。今日は、あの、ルリチッ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 チチチが、ひったーぴったー、ああ、超絶、ひったーぴったーに生配信をするっていうから、これを見ないわけにはいかないでしょ。楽しみでございますと。 いやあ、楽しみだなルリチチ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 生配信。ルリチチ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 生配信。あれこんにちは。あれ始まったこれ。こんにちは。あれ声がちょっと待ってよよしよしチッチちチッ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 チたチッ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 チなチッチッチ はい、ルリチンです。お疲れ、えー、ルリチン、おいになりましたね。今日も綺麗です。バクバク萌え、バクバク萌え、バク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 萌えと。はい、ありがとうございます。たくさんのコメントいただきました。今日も可愛いね。ありがとうございます。でもやっぱ久々すぎて、見てる人がまだ200人ぐらいないか楽しい配信を待ってました。ありがとうございます。お会いになれば嬉しいです。うまいさあ今日は 今日はあの何しようかななんか最近のこと話すと最近は結構芸能人が集まる飲み会とかに行ってましたあルリルチそんな飲み会行ってるんだあそう <laughs>、うん、なんか私は別に行きたいって思ってなかったんだけど、うん、なんか私と飲みたいって言ってる人がいるって言われたのでああ<ー>ルリチと飲みたい人いるんだねはなんか西麻布のドンやってる人にお願いして西麻布のドン、はい どんな人がいるんだ芸能界ってすごいね基本私のスタンスとしてはなんか別にイケメン俳優と今さらっととってどうせ中身ないやつ ってこともも知ってたりする人もなかったですどね,なるどねだから、うん、うん、どっちかというと野球選手、サッカー選手あたりが会えば嬉しいなとえててわすごい。てて、でもそのためには結構いろんな飲み会、なんか私の思うモットーとして、うん、最初のブスを相手にすることによって多くのイケメンが現れるということ。うん なんか、明言な感じしたけど、最低なこと言ってた気がするな、今。あ,ありがとうございます。パチャ、ありがとうございます。あ、スポシャ、スポシャ動いた。あいあでも、まだ、まだ、リア人ぐらいリリも、ちょっと人気なくなっちゃったかな。えっと、えー、まあ、私的に、なんか、自分のステータスを保つために何が必要なのかっていう話をさせてもらいますと、私自身、なんか、誰とセックスするかによって自分の価値って上がると思ってんのね。ほうほうほう。うん ほほほほうほううほううととかか言言言っっ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 ちちゃゃたたたたた今セックスって言ってた普通にびびくくりりしし、うん、だから私は別に一人の人と添い遂げる人を別に否定してるわけじゃなくて一人の人とセックスしてる人って私いざじゃあその人が3年間同じ人としかしてないですってなったら同じ人を楽しませるためにいろんな努力はしてると思うからその3年間付き合ってた人とかいう人とは私結構積極的にするようにしてるわけ。 の3年なりの3年なりの実力があるから、うん、うわやばい,いわけで見てるし<私>どんどん減ってるわ今もう100人ぐらいしかいなくなっちゃってるあるわけでえ今日は私がセックスした、えー、芸能人ベストランキング3を発表したいと思います死ぬほど面白そうな企画が始まったえっルーキーがセックスした芸能人のラン すごいわなんかどんどん人数増えてる<ー>うわ500600700あすごいさすが嬉しいで<ー>ベストで皆さんちょっと必要なのが私少ない人数で言いたくないのねだからおのおのの友達にこの配信見なって一旦投げてくださいむちゃくちゃ言ってるけどそれ気になるから俺も一応。 オタク友達絶対一人が一人を呼んで、またその一人が一人を呼んで、一旦この人数ありがとうございます。3倍になりました。発表します。第3位。うん。でれれれれでれれれれ聞いたことがないドラムロール。ドラムロール史上一番聞いたことない。でれれれれ気持ち悪い、このドラムロール。でげれん。 でんででーんどうだ山山手手ですああののんか彼と出会ったのは本当にそれこそ飲みの席でなんか。 なんか、私がし、なんとも思ってなかったんだけど、向こうが一緒に帰るんだったら、帰りたい。って言うから。一緒に帰りました。なん,なんか、あの、マウンテンにあれだよな、暴露されてから、ちょっと干され出しちゃったけど。最近、また出てるもんな、山本千吉。なんか、すごく、あの、礼儀正しくて。あいい人なんだ、えー、山本千吉は。うん なんか朝ごはんとかも作ってくれて。あ、優しいな。うん、<ー>なんか美味しかったし、鮭焼いてくれたし。ああ、和食なんだ、すご。トーストとかじゃないんだ。<ー>なんか、夜寝る時とかも、全然、一旦別々でいいよみたいな感じで。一旦なんか、すごく優しく接してくれて。そんなわけない。山手線基地って。 なんかそんな感じだったのすごい紳士だなと思ったのでめちゃくちゃ面白い配信なんだけどやばいこれマジ一緒に見れましたあとでプレミアム会員の方だけに、えっと、2人の自撮り乗っけときますうわすごい<ー>絶対入ろうん、うわ<で>プレミアム会員が1万5000もするやば、えー、でえー、っと、えー、ゴールデンプレミアム会員の方には 2>, えっと、2人でベッドで裸になって寝てる写真を、えー、載せてますので、ぜひそちらも登録よろしくお願いします。はい、了解しました。続いて第、第、えっと、2位に行く前に、もう一人皆さん、えっ、ー、と、友達を入れてくださいあ。この本好きなよ、そ俺もすぐ連絡しよう。5人に連絡しようわ。気がついたら1万8千人見てる、すごい。はい、2万になったら言います。二万、あ、もうすぐなった、すごはい。 えー、それでは第2位の発表です。<何>ドドでんでげてんでんけて、でげんで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 ん はい、ここに来てベんかなんだろうな珍しく私からアプローチさせてもらった方っていうかんか連絡先教えてくださいようで別その日のうちにって感じじゃなかったんですけど何回かじゃあお家で飲もうよって時に6人とかで飲んでてじゃあみんながおのおの帰るってなった時に2人きりになったんだけどほんと帰りなよってすごいやっぱ、うん、ベンタさんも紳士でとっても。 うん、うん、で紳士で優しくてやっぱベンタも紳士なんかねこれもマウンテンに言われてめっちゃ干されてる時期あったけど今頑張ってるもんなただただすごくなんか夜のプレイになるとすごくう<え>、うん、動物の前にしたりとかええなんか赤ちゃんっぽい感じとかああ<え>な,なかなか癖の強い,強いをされるんだ。うん そういう,うそう面白くてそれがでもなんかうん、うん、私この人で感じたのが初めて楽しいって思えたんですね<ー>今までは気持ちいいだけで私セックスしてたけど初めて楽しいってなんかまたうん,、うん、なんだろうな本当にディズニーの帰りみたいな気持ち、うん、また行きたいなみたいな、うん、楽しかったなで終われたから第2位にさせていただきました、うん、へえじゃないんだよ<タッ>なんだそれ楽しいセックスって。 はい、で、えっ、ー、と、一応、えーと、プレミアム会員になっていただけると、2、うん、人の、えっ、ー、と、声が聞けます。気持ち悪い。気持ち悪い発想が上、はい。声が聞けます。うん、さあ、それでは、第1位の発表おっ、期待皆さん、一人ずつ呼んでください。お願いします。ありがとうございます。 一人ずつ読んだらね、絶対に倍になると思いますので。はい、ありがとうございます。あ、4万人、ありがとうございます。4万人だ、すご。それでは、一位の発表です。よいしょ、楽しみです。どごん、どごん、どごど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 ん、どんどん、どんどん、どごどん、どん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 どんどんどん、どごどんどん、どんどんどん、どんどんどん、どんどん、どん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 どんどんどん、どん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 、どん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 

世代的によく見させてもらってて、よくすごい世代的に見させてもらってて、で、ずっと、てて私、すごい昔見たことある人いるかな、TikTok でも真似してたんですね。ですごく私、ー好きだった、ね。 でうんちゃかちゃかちゃかピーの, <laughs> あの水の中バージョンやってたもん<う>あのこコアなめっちゃおもろいやつ <laughs> で, <laughs> で私大好きやってた初めてお会いした時にこれは本当に私が劇場に行かせてもらって、うん、であのー、劇場で座ってたら目合って気に入ってくれたよねっつって声かけてくれて <laughs> うわすげえ <で>あそうなんですっつって私アイドルやっててっつってあそうなんだ嬉しいなっつってええー、つって,て何度か行かせてもらってそっからなんか DM をするようになってでなんかじゃあ今度ご飯行くみたいな感じで行かせてもらったのがきっかけです。うんなんか私からグイグイっていう最初だったんですけども途中からはこう皆さんから来てくれたっていう感じだったのですごく何、あのー、ですかねあと。 ちゃんと、うんちょこもすごくやってくれたんで、嬉しいなっていう感じでした。やっ,ってくれるんだ、家でも。はい。<の>なんか、初めて気持ちいいじゃなくて、面白いセックスができたなっていうた。気持ち悪いいだよな、この、この定規、こいつの。はい、なんで、1位に入っていただきました。いはい。2人のネタ動画の方ですね、プリアム会になっていただけるとおいていただ。ああ、え、な、ベクトルが違うんだろそれだけよ。はい。ぜひ、見てください。ベクトル違えよ はい、それでは、えーと、また再来週ぐらいに配信やろうと思います。来週の配信はですね、セックスをして、マジキモかった有名人ベスト3を発表したいと思います。絶対それでは、また来週に。絶対うもう先に言うわ、絶対見よう。あー、くそ。ただの天才か、こいつは。